わたあいで。偉大な金正恩総書記は戦後革命指導の前期間、親心で人民軍軍人皆を顧みました。軍人たちと共にいる時が一番嬉しいと言って前線視察を続けた金正恩総書記です。その道で胸を打つエピソードがたくさん生まれました。1985年、1996年2月のある日、金正恩総書記は敵軍と対峙している最前線の人民軍部隊を訪れました。この日はとても寒い日でした。山の上では冷たい風が吹き荒れていました。総書記は肌を刺すような寒さもいとわず、敵情についてつぶさに見聞きし、警戒に当たっている兵士たちに会いました。優しい声で兵士たちの故郷と両親について、また年齢と健康について一つ一つ聞いた総書記は、兵士たちが着ている綿入れに見入りました。二人の兵士の綿入れの前の方に変わる変わる触ってみながら、綿の厚さを測っていた総書記は、寒くはないかと聞きました。綿入れの上に金のような手柄のアーマーを着ているので寒くないという兵士たちの答えを聞いた総書記は、それでも安心できず、同行の人たちに一つ触ってみるようにと言いました。綿が薄いことに気づいた同行の人たちは、綿入れを供給したことで満足していた自分たちのことが思われ、自責の念に駆られました。ついで総書記は腰をかがめて、兵士たちの綿入れの靴のあちこちを手で押してみて、足が冷たくないかと聞きました。兵士たちは自分たちの汚れた靴にまで触ってみながら気を使う総書記の親にも勝る思いやりに涙が出てきました。総書記は兵士たちが寒い思いをしないよう、靴の綿をもっと厚くしなければならないと言いました。につれ山には冷たい風が一層強く吹き荒れました。しかし金正恩総書記は山を離れず、将校のために兵士がいるのでなく、兵士のために将校がいる、指揮官は兵士のための指揮官にならなければならない、いつも兵士たちをお腹いっぱい食べさせ立派に着させるようにと教えました。将校のために兵士がいるのでなく、兵士のために将校がいる。世界には国も多く、軍司令官も多くいますが、どの国の軍の歴史にも金正恩総書記のように兵士たちを一番大事にした軍司令官はいません。その大いなる愛情と信頼があって、人民軍軍人たちは一等百、一騎等百の勇士になったのです。今朝鮮人民軍軍人たちは金正恩総書記そのままの敬愛する金正恩元帥の熱い愛情の中、国の防衛の聖なる使命を果たしています。兵士の綿入れ、交代してお話しました。ソデクスは朝鮮の最高峰であるペクトゥ山から南側の方向に少し離れたところにある渓流です。ソデクスの流れはペクトゥ山山頂のカルデラ湖、天池、天の池に源を発しています。澄み切った水の中で泳ぐ魚、水際に美しい花を覗かせている川柳、うっそうとした森は山鳥のさえずりとマッチして豊かな情緒を引き立てています。ソデクスの冬景色は異彩を放つものがあります。ソデクスの清い水は寒い冬も凍りません。氷点下30度から40度の中にもソデクスの水の温度は素晴らしくありません。おもおれの木も凍りつくという北部の冬ですが、渓流のあたりの木々には
白い樹氷の花が咲いています。樹氷の花咲く晴れ松、東芝で、エゾ松、白樺などの高い木々を背景に突破性水をかかると、誰知らずため息を連発します。高山地帯特有のこの自然の風景は、ここを訪れる人々をうっとりさせるに十分です。ソベクスの谷には偉大な金正日総書記の生家があります。ソベクスに皆さんをご案内しました。